豊洲市場の建物の下に盛り土がなかった問題で、東京都は2011年8月の会議で盛り土をしないことが決まったとし、当時の幹部8人について責任は免れないとする報告書を公表しました。実施設計の機構に大きな影響を及ぼしたと考えられますのが、平成、23年この8月18日その1ヶ月。報告書では2009年2月に豊洲市場の敷地全体に盛り土をすることが都の方針として決定していましたが、2011年8月の部課長級会議でそれに反して盛り土をしないことが決まったと特定しました。決定したのが誰かについては明らかになりませんでした。その上で当時の市場長ら幹部8人について責任ある立場にあったとしています。やはり組織のトップにいた職員ですから、そういった意味での責任を強く痛感していると。地下の空間の認識はあったんですが、それが盛り土をしないという都の認識がなかったと。職務怠慢だというご指摘でありますので、これについてはまあ責任を非常に痛感しているところで。小池知事は幹部8人らの処分について検討を指示したことも明らかにしました。また豊洲市場の移転については近いうちにロードマップを示したいと述べました。